Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. マッケンで Dear マッケン。Happy birthday to you. ありがとうございます。あと10日？10日後。10日です。10日後、23歳になります。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。うわ、すげえ。いるでしょ？子供。うわ、写真撮っていいですか？いい、写真撮って。私が撮りますか。自撮りで、自撮りで、じゃあ、自撮り中によってなんか置いて、すいません、置いときぼりにしてね、なんかもうこの後、皆さんのフォトセッションのタイムも設けさせていただきますので、負けんのかよ、それ行きます。おい、今作の主演、シャチ役、新田真剣佑さん、お願いいたします。よ、真剣、真剣、真剣、よ、発信を務めさせていただきます、新田真剣佑です。今、シャチ役って聞いてびっくりしちゃった。なんか、ズバってきちゃった、今。知らなかったの？いや、なんか、改めて聞くと、突然、皆様に囲まれたんですよ、今日突然。初めて。なので、とても、緊張しています。だから、スーツがシワシワなんだ。ね、そう、さっきから。そういうデザインなんだよ。だから、そうだな、僕は、日本に来る前にこの作品を見て衝撃を受けました。三浦春馬さんが演じていたシャチを見て、その頃から地球ゴージャスにそれに出たいなという夢があったんですけど、それは去年作え2年前に叶って、今回またこの作品で、まだ仕事も始めていない頃の自分が見た作品の再演の主演をやらせていただくということで、本当に本当に幸せです。まだ実感はありませんが、素晴らしい作品にしたいと思います。ありがとうございます。皆様こんにちは、笹本玲奈です。私20年ちょっとたくさんのミュージカルに出演させていただいてきたんですけれども、日本人が作った日本で作られたミュージカルというのは実は初めてでして、本当にこういう機会をいただけてとても嬉しく思っていますし、25年の歴史のある、そしてすごく人気のあるこの地球ゴージャスに参加できるということが本当に本当に幸せです。 EXILE の松です、よろしくお願いします。ですね、思い起こすと、約10年前、この、星の大地に降る涙の、舞台がありまして、その時にEXILE としては、主題歌の愛すべき未来へという楽曲を、主題歌に使っていただいて、その時にこの制作発表の時に登壇されたのが、ヒロさんと、アツシだったんですけれども、まさか10年後に、自分がキャストとして、この舞台に、携わることができることが、本当に光栄ですし、感謝の気持ちいっぱいです。実はですね、今作に初演のある方からあるメッセージをいただいているんです。はい、こんにちは。10年前の星の大地に降る涙にて、主人公シャチを演じさせていただきました三浦春馬です。真剣佑、元気ですか？今回10年前、星の大地に降る涙、初演ありましたが、再び真剣を主軸として、生まれ変わることが、できるようです。すごくいつも自分のことを好いてくれてますけど、でも本当に今回は真剣が演じる新たなシャチとしてきっと成功を収めるだろうなっていうふうに予感していて、もう比べることはなくって、当時の自分、そして今の真剣の実力からすると本当に優に超えてくる、そういう期待感が大きいです。
前作に出演された三浦さんのコメントをいただいたんですけれども、新田真剣佑さんご覧になっていかがだったでしょうか。後で動画ください。ファンだ、ただのファンだ。ファンですね。いや本当に本当にあの嬉しいです。本当にこの作品を、前作を超えるような作品にしたいなというか、しなきゃいけないなと今思いました。